君たちが会うっても、おじさま、やばいっすね。いや、やばかない別に。俺はね、いつかはやられると思ってたよ。うん。でもな、これお前ら知らねえかもしんねえけど、やばいちゃんもう死んだんだろ。あの、心肺停止だから。蘇生してても、たぶん、 安心不随だとはなるかもしんねえけどなうんだからもう脳に行く血管ぶっ飛んでんだろじゃあまあどうも天達さんのことラオーここでさみんなさ俺の言ってることを今度トレースしてみ 籠池の土地ってあったろあれ、えっ、ー、と、伊丹の空港の真上なんだよ。で、あそこは、もともと、ね、あんなうるせえ土地に小学校建てる時点でおかしいわけよ。でも、土地が安い価格でもう売りたかったの。で、あの籠池の土地の、 一個、道路挟んだ向かい側、誰が、知見者だったと思う辻元清美だよ、これ。調べろ。おい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 。どっちもどっちじゃねえのかなみたいな。あああ,あ。知ってる奴は知ってるはず。 いやループ話じゃなくて知らない人もいるからだろまあそこはうん。ああよ。でバばバあめえよ昨日かなんかの昨日だっけ今日のツイッターで卵を事務所に投げつけられたってみんなもうよめんどくせえから自作自演おつとかみんな言ってんだよ。 極めて深刻と段階的に報道してるね。あ,あテレビはってことはですよ、もう無理でしょう。いやいや、デビッド、俺の言ってることって意外と今まで当たってきてるから、東日本大震災のことも。うん まあでもな日本の国内で、うん、政治家がはじかれて死ぬ,死ぬっていうのはま,もうまだ分かんないけどなうん後出し案件じゃない今言ってんだからうんまあまあくらいよそれは市長レベルじゃん国政じゃねえじゃんかよ、うん 地震が来るなんて誰でも言えるああ来ちゃったんだよ俺の時は残念ながらごめんねおいおいひと以内にお前どでかいの来るぞって言ったら本当に来ちゃったからなうんそしてな このタイミングでな、イギリスの市長が、あ、市長じゃねえや、首相が辞めたのとか、なんだろうこれ、海外からのパワーもハマってんじゃねえのこれ。なあ、マジで。 いやいや、デビット。何百発も言ってない。あの時は一発だけ。俺、熊本も当ててるからね、うん。だから意識不明なのか。だるま佐野さん、徴兵されますね。違うよ。日本には徴兵制度はねえから。 次、どこか当ててみろ。うん、千葉県だと思うよ。うん。うん。あそこは8メートルずれてるからね、もう GPS ぶっこんでて。海底に。地盤が8メートルずれて歪んでるから。千葉県、東方沖。 うん。これで当たったらお前、デビット、文句言うなよ。足を、鉱毒事件も当てましたよ。それは違うよ。鉱毒事件の場合は、あれは違うだろ。俺、まだ生きてねえよ。あ、生きてたけど。うん。三段重にも、俺ね、俺の母親が、新潟の十日町出身で、 俺のおじいちゃんが、あの、猟銃、狩猟の免許を持ってたから、あの、緑があって、オレンジがあって、黄色があるんだよ、三段銃って。筒が。これ知ってる人は知ってると思ういる意味はみんな、あの、獲物によって玉のサイズを変えるんだよ。あ,あえっとね、 確かね、俺の記憶ではね、えっと、グリーンもあったし、オレンジもあったし、黄色もあったんだよ。筒なんだよ、普通に。うん。で、必ず筒には2つ、2発入るようになってて、バーンっていったら片方の劇的が落ちて、 もう一個引くともう一個が落ちるってなってるから、一発で二発出る。ああ、デビット、もうもう、ね、いいです、そういうのは。はい。うん。ああ、やっぱりおじさんだったうん。そっか。 ままあ、まあ、ここは当たるよね、ね普通に、ねうん、40代ほらーほらーあラーテル、もうそれ30分前ぐらいで心肺停止で多分 D l でどこに持ってってんのかな多分反対に行くんじゃない東京は持ってけないから。 煙がたくさん出るってことは火薬を多くしてるってことだよね。うん。むしろ、うん。手入れが良くなかったんじゃないのかな、みたいな。あのね、直きにね。 あのクマとかイノシシの狩猟やる人は一番でかいガン玉のやつを入れるうんあの何ていうのかな三段竜ってこうやってパキッて折るとここに穴が2個開いてんだよ俺じいさんから見せてもらったことあるけどガキの頃な で、ここに入れるのを三段状の玉は入れ,入れるんだけど、その筒が色が違うのよ。うん。その色によって中に入ってる三段のあの大きさが違うの。うん。だから鳥を撃つときは一番細かいやつなんだよ。いや、三段ってさっき言ってたら俺見てねえもん、テレビ。ああ。 野鳥とか、あの、カモとかああいうのを犬に吠えさせて、バーンって空に撃つのは一番細かくて、ブワーって飛ぶやつにするの。核散系のね。首に穴とか、蘇生不可だな。なあ、わかんねえんじゃねえの まあ、これで今回の選挙もとんでもないことになんな寝れなくなってきたじゃねえかよ俺12時に寝ようと思ったのによ鳥餅とか霞は使わないの何言ってる意味が分かんないんではい上下じゃない左右左右パナ 大体あのー、漁師のは左右だよねうんうーんそのままミヤネ屋見ちゃいそうですねいやミヤネ屋はもうどうでもいいんだけどうん そうか。心臓ちゃんは、そういうことか。これで自民は弱体化する、いや、俺はそう、逆のパターンを、俺は予想してんだけど。こんなことをする奴らを許してはいけない フェイクとファクトのニュースがこれから飛び交うからな。いやいや、もう、岸田がもう、そこはぶんどると思うよ。うん。ああ。なら行かないったと思う。ああ、そっか。反対の方まで行かなかったのか。間に合わねえから。 だからさっき俺それ言ったんだって田中。うん。あんまりにも、あとな、自民党政権内か、まあまあ共産党も、あ、共産党じゃない、み、あの、公明党もそうだけど、あの、このままでは憲法改正の方向に走っていって、あの、日本がこの先どうなるかはわかんないから、あの、その日を消したかったやつの、 思惑も走ってんのかなって。だから内部、内部でやってる可能性もあるよ。うん。でもあくまでも、あのー、自分たちはやられた側だっていう体にすると思う。うん。だから言ってんじゃん。あの、 もう、あれだろ、弾いた奴は拘束,拘束されてんだろ捕まってんでしょそしたらそいつは、ウ置は、あの、ウ置で自殺はさせんなよ。うん。取り調べも絶対やれや。きっちり。違うよ、ナポレオン。 小沢は自民党であの総裁になれって言ったときに小沢は断ったんだよ。うん。ある、必ずある、202。これだけこっから、多分俺ね。 犯人の名前も出た。どこの誰だええー、と、虎吉、傍若が撃った可能性も否定できない。持ってるわけねえだろ、散乱獣。この野郎、そういうのはネタでもいいけど。うん、ああ、奈良のじゃあ山奥の 多分じゃあ狩猟免許持ってるやつかもしんねえなそいつはもともとほらあの十津川とかあっちの方は害獣獣害の免許を結構取ってるのいるからねだからおめこんなので得すん人間はね憲法 改正反対論者と、あとは、あのー、派閥の領収になる、あのー、岸田くんですよ。うん。と思うけどね、俺は。あと、誰と臆っかな。だから まだま、民主主義なんてとっくに崩壊してんだよ。だってそんなこと言ったら、な、公明党と自民党が組んでる時点で崩壊してんだよ。うん。そんなもっと昔で言えば、な、村山が総理大臣になった時点でもおかしいだろ。うん。 佐野さん的には安倍さんはどんな印象だったんですかうーん最初は最初はうーんソフトな感じだったけどうーん,なんだろうねあの人なんで憲法改正しようとしたのかねあんなに強権的に。 でも、でもだよ。今ほら、ウクライナとかロシアの問題、今度は台湾の問題と中国の問題があるから、日本も改革していかなきゃいけないっていう、そういうさ、正義に、走った人間もいるかもしれないね。 まだばそんなこと言ったら三島由紀夫なんだよ、お前。県立病院ああ、助かんねえよ。無理。もうもうね、救急救命がないところだろそこ。なあ。うん。多分。<laughs> うん。 多分ああパータローが思いを詰めての強行の可能性の否定できないなでもよ50代だろやったのは。 悲しんでるのを装って微笑んでる奴がいるな。いるよ。うん。自民党の政策には賛成できないです。いや、賛成できるとこもあると思うよ。うん。 仮に戸塚村で撃たれてたら診療所。いや、ドクターヘリが来てんだから。野党はもっとダメ。うーん。うん。はもっとダメか。あとね、これで、 えっと、今何時えっと、曜日はさあ、お前ら、明日の朝。ああ、いい時間でやってんね。タイム月曜日の朝の株価がどうなってるか。なあ。 ハブ持ってるやつ。ああ。逃げろよ。逃げろよ。絶対逃げろよ。ああ。今はもう終わってんだよ。島、ま、ああ、今はそういうふうにしてるけど、これ、午後、ドーンって落ちるぜ。うん。だから、午後になってからだって言ってんだよ。 あと1ドル今いくら俺ほら相場やってないからわかんないけどああ <coughs> 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 さあ岸田おじさんが どうこのケツをまくるかだな。うん。まあでも、いや、まことにいかんですっていうトークじゃないと思うよ、テンション的に。 俺ははこれ以上の円安はやばいっすまあまあそうなんだけどうん。俺はある意味アメリカの陰謀もあんのかなとかさ。 アメリカももう今やばいんだから。だって金利、利上げしねえから日本をどの野郎って思ってんだからアメリカは。ああ。 山上哲也40代かああやっぱ40代か50代ぐらいだと思うよそういうのやるのは今回は個人でやったのか襲われたのかはこれから分かることかなだからすもらいだから留置場の中で自殺は絶対させんなよって言ってんの24時間監視だよ 首なんか吊らせんなよ、絶対に。どれだか容認してるよ。さあ、どうかな。たっちゃん、これね、過去にも、まあ、昔だよ。昔の警察署の留置所は、 警察庁とか警視庁とかあの管内では余計なこと言わせるとめんどくせえことになるからなんかあのベルトついたズボンを履かせて留置入れてた事例もあるのよねえあと自分で考えろってことでしょ普通はな ズボンの紐は全部抜かなきゃ留置所入れねえからベルトなんて絶対ダメだからああ猿つはさせるときもあるかもしんねえなうん。 でも奈良だもんな奈良県ってなんかさそんなにうーんそんなにうるさい県ではないと思うんだけどなむしろ。どうなんかねむしろ。 そんなに、なんかガタガタ言う。うん。なんでそんな、弾いちゃったのかね。まあまあ、俺もね、詳しくはないよ。ただ、想像してみると、もう安倍晋三っていう人間が、 もう総理だけやめてんだから、もういいんじゃねえのでももういいんじゃねえのは許せなかったのかなやっぱり権力持ってるからな。組閣に関しても、すべては、心臓ちゃんが決めてたからね。いや、だから、だから、ちょっきり、黙秘するのはいいんだよ。 だけどなん死なせちゃダメなんだって俺言ってうんいやー辻元分かんねえけど、うん、まあな日本の国っていうのは死者にあーのー 死者のことは無礼を。